でもね、今の話聞くと僕はなおさら今回のそのハーベイ・ワインスタインの件、いや、ミートゥーだとかね、繋がってくるような気がするんですよ。で、要は日本に来るとアメリカの社会ってやっぱりこう差別をなくそうと、みんなで仲良くやろうよっていう状況もあ、なおかつレディーファーストでセクハラ問題なんで訴訟とかも起きるから、すごくこの日本なんかよりきっちりされてるようなイメージもあるんですが、今の話聞くとそんな良くないよっていう、ちょっとなんか思ってるより遅れてるんですけど。まあそうですね、例えばでかいアメリカのエージェンシーになりますと、そのプロデューサーとの付き合いがありますから、その例えば何百人も俳優がいて、でこのプロデューサーがその自分の抱えている女優にセクハラをしたと、でこれを表立って批判すると、このプロデューサーが抱えている何十本のプロジェクトを他の俳優に言ってるやつを切られる可能性があるから、できるだけ表沙汰にしないように内々に収めようっていう動きがそのでかいエージェンシーの中で起きるんですよ。はあ、でも無駄じゃないですか。だから要は一つの事件がこうみんなにこう連鎖しちゃうってことなんですね、役者の影響として。そうですね。でもう今多分ミーツームーブメントがその盛り上がっているのは、その限界、我慢の限界に達したということじゃないですかね。これまではだからその他の俳優とか自分のエージェンシーとかに迷惑をかけたくないと、あとその自分がそのプロデューサーのプロジェクトを頓挫させた張本人の女優だというふうなことで業界内で有名になりたくないというその気持ちからその無理やり抑えてきたと思うんですよ、でもそれがもうあまりにはびこりすぎてて、もう見渡せばもうそこら中にセクハラの被害者がいるという状況になってしまって、そうなるともう私もあなたもあなたも被害者なんだから、別に私が声を上げてもそのイメージが悪くならないと、みんな被害者だということで、そのもうじゃあ一斉にみんなちょっと言おうよと、変えようと、変えようよということになったんじゃないですかね。でも実際この目で見たわけじゃないからっていう状況があると思いますけども、ハリウッドでこう働いている松崎さんからしてみたら、まあ噂レベルというかそういうことが あるでしょうっていう認識はあったんですか。まあ差別はそこら中にあるんですよ、本当に、僕自身もだから差別されてますから、それはミートゥームーブメント、セクハラですよね。僕は人種差別を受けてますから。例えばそのとあるテレビのセットで、その、僕はテンパーなんですけど、そのプロデューサーが僕のところにやってきて、その僕の髪の毛を見て、あなたそれ本物って言うわけですよ。で僕がいや本物ですよって言ったら、でも日本人は全員直毛じゃない、窓を言ってくる。で、いや全員直毛ってわけじゃないんですよって、テンパの人もいるんですよって言ったら、あそう、でも視聴者はそうは思わないわ、で視聴者は日本人は全員直毛だと思ってるから直毛にしてって言われて、でヘアアイロンで直毛されたんですよ。それは正直ちょっと屈辱的というか。そうですね、僕はよくあります。あります。身長も高いんで、日本人に見えないって言われます。背が低いとか。そうです、イメージがあってとか。日本人は背が低くて直毛で目が細いって言われます。それは平気で言ってくる、魔法で言ってくるんですよ。ティファニーで朝食をのね、時代での日本人感みたいな、それがまだ全然続いてます。へえ。